オルティス、ムーキー、君に必要なのは技術じゃない。笑顔だよ。笑顔で楽しんでいれば自然とうまくいく。君は人一倍努力する選手だ。俺が応援してるぞ。頑張れ。ホームランキャッチがあったからなあれはついてなかった。ムーキーのおかげで大谷が活躍できる。大谷みたいに4タコでも楽しんでいいんやで。まあ、毎回だよな。ホームラン取られるとか不運でもあるが。ベッツが打たないと勝てない頑張れ。大谷の前にランナー出さないと勝てないから大谷2番の方が良くないかベッツも本職の1番の方が打ちやすいだろう。調子が良い悪いとか関係ないんだから気楽に打てばそのうち打てそうなのにそういうわけにもいかんのやろな。大谷敬遠してくれたら激しい怒りによってスーパームーキーマンに覚醒しそうなのに自打者が22打席無安打なら大谷敬遠が正解だぞ。言うてほぼホームランみたいな打球は打ってたし言うほど調子悪くはないんじゃないの。よく言われる WBC 最終回ゲッツーだったり、21年プレイオフはバカスカ打ったのにな優勝決定シリーズだけ冷凍停止したり芸術点が高い。ベッツほどの男でもメンタル面の問題でここまで数字が落ちるのだなと。今年は大谷が全てを背負ってるんだからプレッシャー薄い方だろマジでいい加減打たないとやばい。敬遠含むとはいえ出塁率3割3分3厘で1つはホームランキャッチされてるからそこまで悪い内容じゃない調子は良くないだろうが。結局このレベルまで行くと根性や。明日はベッツにかかってる。なおベッツは9日、先制ホームランを放った。さすがベッツや。この人に1本出てほんとよかったこっから爆発してくれ。これはいい流れになるなええぞベッツ。ベッツは一度不調になってもすぐ立て直せるのがすごいな。いつものジンクスとは違う方向へ。ポストシーズンのキープレイヤーはベッツだと思うベッツが打たないとドジャースは勝ち上がれない。RS 悪くても PSE 勝ったら全て許されるんやで。調子は悪くないんやろな。